神戸みゆき登場です。本当にね、うん、このみゆきムーンっていうのはもう元気いっぱいで、そうですよね、うさぎがそのまま出てきちゃったっていうような明るくてパワフルな、セーラームーン、そうですよね、パワフル、ねえファイヤー一緒に頑張ったもんね、やっぱりこの曲はみゆきって感じですよね。皆さんお久しぶりです。2代目セーラームーン原久美奈です。10周年おめでとうございます。今日はかぐや姫伝説のテーマソングのリンクを歌います。皆さん一緒に歌ってください。ふみなはですね、私がセーラーウランスをやった時初めてのセーラームーンだったので、なんか懐かしいですね。はい、私もね、初めてのムーンだったので懐かしいですね。ふみなはもう綺麗な立ってるだけで凛とした、そんなようなう、ね、素敵なムーンだったと思っております。みんな元気ですか？10周年おめでとう。さあみんな、今日はねお祭りだよ、乗ってこい。あんちゃんです。で、私たちは一緒にはね、あの舞台には立ってないんですけれども、あの会うたびにいつも面白くってね、パワーをもらうような、ほんとそうですよね。ビデオなんかでも拝見しますけどね、やっぱりパワフルだなと思って。みゆきとはまた違った、そうなんだよね、キュートなセーラームーン、それでは1代目2代目3代目ときたところで、マリダセーラームーンよろしくお願いします。はーい、来ました、我らが姫マリナです。4代目セーラームーン役の黒木マリナです。ありがとうございます。今日は初代セーラームーン役の安座さん、2代目の原文奈さん、そして神戸みゆきさんと一緒に出れて、今すっごい緊張してるんでしょうね。マリナドキドキして、お腹ドキドキして、憎めないですね。歴代のセーラームーンの方々と私を含め4人がこうやって揃うことは本当に貴重なことなので、もう本当今4人の中の1人としてこの舞台に立っていることがとっても、光栄に思います。はい、4人が揃うことっていうのは初めての出来事なんじゃないですかね。そうですよね、本当こう珍しいショットですよね。ミラクルですよ、さすが10周年ラッシュ。そしてね、4人がこうラソルジャーを歌われるっていうこともね、ミラクルなことなのでね。本当今までのセーラームーンが全員でラソルジャーを歌う、すごいことですよ。ちょっとじっくりとラソルジャー聴いていただきたいと思います。どうぞ。なんかこれ僕たちが一緒になんかお客様の感じになっちゃってますよね。すごく楽しんでますよね。そうそうそう盛り上がっちゃったもん。いや、なんか今鳥肌立った。すごい、なんかもうこんなの絶対見られないもんね。ミラクルです。すごいです。さすがは10周年です。万歳10周年。